はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今回はね、視聴者さんが教えてくださった情報になります。伝説の一品ね、もうおのぬめこれね、1399円で復活。おじいの動画でね、ロイヤルシーアホンの話になると、いつも出てくるおじいがポケモンポケモンポケモンって言ってるやつ、びっくりするぐらい、もうずっと放置しておいてもバッテリーがなくならないっていうね、すっげえ長持ちのイヤホンで、ここ今ゴム取っちゃったんだけどね、うざいから。これね、モバイルバッテリーになるんだよ、実は。これタイプ A の主力があって、これね、充電はこっち側からやるんだけど、これタイプ B なんだけどね。でも、いざっていう時にポータブル電源にもなる、バッテリー大容量なんだよ。で、これがね、ほんと放電しにくいんだよ。すごい、電池がね、長持ち。で、音質はね、今のキンキンカンカンする、ああいうイヤホンに比べたら、ちょっと物足りないかもしれないけれども、いや、実はね、音を大きくしていくと結構ちゃんと聞けるっていうか、寝本に最高なんだよ。おじい、これ寝本でずっともともと使ってた元祖なんだけど、こう、突き刺さらない。突き刺さらなくて、ほどほどちゃんと低音も出て、で、ほどほど高音も出て、ね。決してなんか派手ではないんだけれども、でも、ずっと聞いてられる心地よさ。何よりもバッテリー持ちがすごくいい。ね、ポケモーンって書いてね、数字で買って出てきて、かっこいいんだよ、これ。ね、これがね、当時ね、2000円ちょっと切るぐらいだったんだけど、今こんなに安いの。で、先端こんな感じで、フィット感もね、いいよ。これ。あ、音楽かかってる。あ、再生しっぱなしだ。あれ？これじゃないの？あれ？あ、消えた。あれ？なんで再生画面なんないの？音響。あれ？これやったらなんか変な写真になったんだけど、大丈夫？壊れた？これ音楽専用なんで、今これつなげてね、聞いてたんだよ、実は。で、今かけたらさ、これだけでもこうかかってるから、あれおかしいなぁと思って。よいしょ。フィット感がね、結構いいよ。うん。これはね、おじいのチャンネルで、これね、ほんと、ポケモンポケモンして、ほんと、名作の一個で、で、これね、結構安いし、当時、あ、いいよねって感じで、みんな買ったんだよ、これ。で、ほんとバッテリー持つよねって感じで、で、寝ながら聞いても突き刺さらないし、普通に聞いててもね、音を大きくしてても、ちっちゃい音でもちゃんと聞こえるんだよね。これね、なんていうかな、こう、尖ってない、ね。で、派手ではない。確かに派手ではない。見た目はちょっとここ派手だけども、ね。でもね、控えめで、こんなにね、面白いイヤホン、ないよ、ほんと。すっごいこのチャンネルでは、もうみんな、ポケモンっていうのね、あ、持ってるっていう人結構いるんだよ。で、おじいのチャンネル見てると、いろんなイヤホンをね、いっぱい買っちゃう人がいるんだけど、で、その中で、やっぱ、ものすごくインパクトが強いイヤホンなんだよ、これね。これね、視聴者さんが、さっき教えてくれたんだよ。これでしょ？おじいもね、前ここで紹介しただけ。これね。で、
もうね2021年の10月なんだね、紹介したのね。はい、 TRN の VX 購入しました。高音域の透き通りと程よい低音域がたまらないですね。でしょ、いいでしょ VX。 おじいが当時ね6999円の時に大絶賛していたんだよ。でマニアの方は手を出してくれたけど、みんなね手が出し切れなかったんだよ、うーんって感じで。すんごくおじいがお気に入りのイヤホンだったんだよね。今回安かったからね、本当ラッキーだったね。で話変わりますが、5月7日23時現在、ポケモンみたいなイヤホンね、これなんて読むのかな、SD が1399円 Amazon に復活してましたよ。出品者さんが変わってるかもしれませんね、もし違ったら知りませんよ。ワイヤレスイヤホンで足順で見てて発見しましたということで、でおじいもね、うん、見ました、1399円。で出品者さんの名前が微妙に変わってるんだけど、当時と同じところだと思う、多分微妙に名前変えてね、復活してると思う。だってこれ売ってんだもん、だってこれおじいが今ここで使ってるこれね、ほら一緒でしょ、今ここで使ってるこれをおじいが声かけて、でこれね紹介したんだよ。でその時にこのイヤホン実は送りますって言われたの、イヤホンで。これは紹介してくださらなくて結構ですよね、まあ、もし使ってみて気に入ってくれたら、紹介してくれたら嬉しいんだけど、でも試しに使って意見聞かせてくださいって一緒に送ってくれたんだよ。うおーっと思って、あいいじゃんこれと思ってね。そうなんですよ、これ本当大容量なんで、これねバッテリーが、でもね、おじいはすごい気に入ってる、使いやすいから、ね、はい、だからこれも扱ってるんで、ああもう出品者さん同じだなと思ってね、もう一滴なくなっちゃって、ああっつって消えちゃったっつってがっかりしてたんだよね。ほんと復活しましたね、もうラインナップが同じだもん、売ってるものがね。なのでまあ声はかけてないけれども、これはね、本当に視聴者さんよく探してくれたね、これ。安いもん順から探してね、見つけたっつって。で、よく見つけたね、これ。これさ、これ、わかんないじゃん、これ。わかんないじゃん。これ。だって、ここもだってこれ、ほら。結構大げさにこれ、ここはね、これが反射してるんだけど、ここの色がね、ここら辺とかだって、まあ、あるって、まあ、確かにあるけど、見えねえし、この彫り込みでこの R ってあるんだけど、同じに見えないもんだって、まあ、確かにこれ光るけど、こうしてやるとね、だってまだ光るけど、同じなんだけど、でも同じ商品に見えないんだよね、なんかね。あ、でも、よーく見ると一緒なんだけど、でもなんかイメージがね、普段こうやって見てるから全然違うんだよ。ね。これはね、まあ1399円。まあ今の時代ね、そうだなぁ、もう、もっとキンキンしたのがいいかもしれないけども、でもこれはね本当にまろやか、本当に聞きやすい音です。おじいは気に入ってますこれね。いつも話題に出てくるポケモン、今売ってないんだけどポケモンがねーっつってね、ずっと話題に出てくるやつね。いやなんかね嬉しくなっちゃった本当。いやーよく探してくれたねー、すごいねまたよく見て気がついたっていうか、すごいよポケモン、ね、はい、そんなわけでね、まあ VX ポチっていただいて本当ねありがとうございました、ね、
本当ね、VX みんな気に入ってくれたでしょ、ポチってくれた方ね。本当にね、あの値段じゃ買えないよ。他のところじゃなくて、高い値段で売ってるんだもん。ね。まあ、誓い倒しましょう。TRN、ね、VX。はい、そんなわけでね、ありがとうございました。もし、興味のある方がいたら、ね、当時、もう2021年なんでね、ああ、その頃、おじいのチャンネル知らなかったんだよって方、今チャンスです。安くなった。しかも、新399円。ね、夢のようだね。絶対コレクションの一個になると思うよ。長持ちする。一回フル充電したら、なかなか減らねえから。聞いてるのに減らねえから。びっくりするよ、多分ね。はい、そんなわけで、おじいはもうね、寝たいと思う。日付変わったね。うん。もう寝たいと思います。12時27分になりました。おやすみなさい。またね。バイバイ。リンク、ね、置いとくからね、リンクね。リンク見てね。